2か月で制覇品質過去問集中講座皆さんこんにちはレクセ2講師の根本ですここでは私が秋から担当するこちらの講座について説明をしていきますこちらどんな講座か講座のコンセプトはこんな感じですダブル A と A ランク過去問これを潰していきますしかも講義は 一日十五分です。これを使ってやることは二ヶ月でやります。二ヶ月でダブル A と A を潰します。それが今回の講座です。具体的にどういうことか。すべてのカコモワがあります。で、このカコモワには。 本当に何回も出るもしくは出る可能性がある足もあればまあ今期限りかなしばらく出ないだろうなって足まであります5足で過去問演習しているとこの5足中3足はいい足だけど、まあ、2足はそうでもない足があるこれをまとめてやるので過去問学習って効率がよく打ちにくいんですそこでまずこれを絞りました本当に繰り返し解くもの だけに絞りました。ただこの絞った上でもね。例えば。その同じ知識で。二行で書いてある問題もあれば。教授と学生みたいに。五行六行とかで。何回たるもあります。過去問演習。どっちが効率よくできるかって言ったら。こっちですよね。ってことで。ここからさらに。演習しやすい足だけに絞りました。と価値がある足に絞り。 そこから演習しやすいだけに足に絞る。そういった書籍を今回作りました。これが合格ゾーン、択一過去問。足集。具体的にはこちらになります。今言ったコンセプトで。本当に解くべき問題。で、しかも解きやすいもの。それだけが足で並んでいる問題集です。こちら、しかもポケット版と書いてます。 A4 番とちょっと小さめのサイズになってますこういった書籍これを素材に今回講座をやっていきます具体的にどんな講義なのかと,と言いますと講義内で演習と解説をしていきますスマホ完結講義で使用する問題は「 画面で掲載します特にその分野の肝となる足その部分に特化して画面で掲載し説明していきますこんな感じです丸バツ考えてバツだね日用品の購入は単独でやらせなきゃいけませんですから日用品の購入について 同意の付与の審判なんてことはできませんこんな感じで肝になる足と簡単な丸バツ、これを画面の方に出しますのでスマホだけで受講ができますはいでこれどんな感じで受講していくのかと言いますとまずうん家から通勤中の間で1回15分ですので。 1>, 1講義2講義通勤中に聞いてくださいそして帰宅後毎回毎回講義の後にねじゃあ今日のこの単元までは何ページまで問題を解いてくださいじゃあお疲れ様でしたという感じで今日は何ページまで今日は何ページまでっていうふうに指摘しますその指摘された部分までうちに帰って解いていってください通勤中講義を聞く 内に回て、解くこんな感じですこのスタンスをずっとやっていくと2ヶ月でダブル A と A の問題が仕上がります2ヶ月で網羅ができますそのためいろんな方のいろんなニーズに答えられます 1> 1個目のポチもうまずはもう短期間で抑えきたいという方どこから抑えればいいかわからないまず重要なものから抑えたいという方おすすめですまた次ちょっと基本と応用一緒にやってもきついまずは基本だけしっかり固めたいという方また最後本試験発表まで学習はしてなかったとで本試験発表から 学習はするんだけど自分から能動的に学習するのが難しいそういう方ぜひ利用してください強制的に講義を聞いてうちに帰ってそこの部分を解くそれで二ヶ月で全部回せますこれが私が担当するこちらの講座になりますぜひ一度ご検討くださいこちらの動画の方は以上です最後までご視聴ありがとうございました